リカルド、将来のレッドブル復帰を否定せず。ダニエル・リカルドは今後レッドブルホンダに復帰する可能性もあると語りました。今季限りでルノーとの契約が切れるリカルドは、来季以降に向けた動向が注目されています。レッドブルに復帰することを検討するかどうか聞かれたリカルドは次のように語っています。実際そんな問い合わせは来てないけどね。レッドブルに行くことを否定するかって、いや、自分がこれまでの人生で学んだことはありえないことなどないということさ。何かを完全に無視することはない。刑務所にでも行かない限りはね。だから絶対にありえないなんてことはないんだよ。ちょっとアルボンっぽくなっちゃいましたね。そうですね、僕はおにぎりが好きなんだというニュースでした。ありがとうございました。それしか出てこないです、ね、それしか出てこないね、はい、うん、自分もだって今上半身裸で喋ってるつもりでじゃないです。ランニングシャツです。そう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 、おじさんしか着てないランニングシャツです。裸の大将だけど裸なわけじゃないですよ。ランニングシャツです。そうだね、失礼しました。まあまあ、リカルドのコメントはですね、うん、別に、はい、肯定も否定もしてない、うん、現時点では具体的なコメントはしたくないという一論の表れですよね、うん、否定は確かにせずだけど、うん、肯定もしてないですよ、うん、まあでもやっと契約が切れるんだね。わかんないです。だから、うん、ルノーもね、来年に向けてはすごく今いい材料があるかもしれないし、うん、まあ、来年はね同じレギュレーションになってしまったんで、うん、次の新しい規定になる2022年に向けて、うん、いや、うちはこういう投資を今してます、うん、いや、もういい設計ができてるんです、うん、とかっていういい素材があれば、うん、当然リカルドもじゃあルノー残ろうかな、うん、でも今の車では難しいかもしれないけど、うん、その3年前にも同じような話をされて、あ、そうかなルノー言っても、うん、3年前2年前、ね、はい、うん、もう多分同じような話をされて、うんうん、まあ、ちょっと1年辛抱したら2年目はちょっとワンチャンあるかなぐらいな、まあそうですね、イメージしてたと思う、ね、1年目は表彰台かな、うん、2年目にはちゃんと言われたりするかなっていう、うん、まあ、それだけじゃなくて、うん、結局、まあ、ホンダと組むことに対して、うん、まあ、リカルドとしては心配がある、まあ、当時の2018年時点のホンダのパフォーマンスとか信頼性考えると、うん、レッドブルがボロボロになっちゃうんじゃないかっていう心配もあっただろうし、うんうん、でも、まあ、世間でそう言われてますけど、実際にはそんなことはあまりなくて、あ、そうなん、うん、それよりもやっぱりフェルスタッペンと組むことに、うん、まあ、これ以上ちょっと難しい、まあ、限界を感じてたって、うん、それはチームの体制としてもそうだし、はいはい、単純にドライバーとしての腕としてもやっぱりそうなんだ、マックスと対等にやり合うのってやっぱ相当やっぱタフじゃないですか、それって。あ、まあまあそういう意味ね、特に予選一発で勝てない状況が続いてたんで、うん、ってなると結局理想の戦略じゃない戦略とか、はいはい、理想の戦略セットアップじゃないセットアップで、うん、要するに、まあ、耐久レースみたいな、うん、相手が潰れるのを待って、はいはい、自分は、まあ、終わってみれば前にいるっていう戦い方しかできなかったから、まあ、その中で戦っていくのはしんどいなっていうのはすごく2018年にはすごく感じられたんで、まあ、そこが、まあ、リカルドがレッドブルを離脱した理由なんじゃないかなと僕は思ってるので。あ、なるほど、なるほど。なので、じゃあもしレッドブルに戻るチャンスがありますと、うん、まあ、実際今否定はしなかったわけだから、もしここで当然いや、レッドブルは絶対戻れませんって言ってたら、うん、マルコおじいちゃん絶対連絡してこないじゃないですか。あ、そうだよね。もしワンチャン今年シーズン開幕してアルボンがボロボロだった場合、うん、じゃあおじいちゃんだったらどうしますかってなったら、ね、ガスリー首跡を考える、ま、前にリカルドに電話するかもしれないじゃないですか。あ、もしくはリカルドから電話するかもしれないじゃないですか、うんうんうん、まあ、話すのはただだから話しますよね、まあまあ、うん、もしここで今いや、レッドブルは絶対戻れませんって言ってたら、うん、ないですよね。あ、確かに確かに。まあ、来年に向けて、まあ、今年明らかにレッドブルの車いいと、うん、出るのは絶対悪いと、うん、ってなると、うん、まあ、普通に天秤にかけたらレッドブルに行く方がドライバーとしてはいいですけど、うんうんうん、というか、まあ、成績を考えると、うん、ただ
チームメイトがマックスって考えると、うん、それをリカルドが受けるかどうかって言われたらちょっと僕はあんまないんじゃないかなと思ってるんですよね。あ、なるほどね、うん、仮に、まあ、ルノーがボロボロで、うん、もう誰が見ても残留しないよねっていう状況だったとしても、うんうんうん、でレッドブルのシートが、まあ、アルボンボロボロで絶対空いてるよねっていう状態でもリカルドがここに入るか入らないかって考えたら、うん、もし入ればあマックスともう一回戦う、うん、正面来て戦うつもりなんだなって思えるけど、うんうん、誰が見てもレッドブルに行って当たり前の状況でリカルドがそれを断ったら、まあ、マックスと一緒にやるのまたやっぱ嫌なんだなって思うし、まあ、元々レッドブル離れたのもやっぱそっちが原因だった、うんうん、それが大きかったのかなって改めて確認できるかなと思いますけどね。あ、そういうことね、はい。まあ、もちろんフェラーリのシートも開くかもしれないし、ああそういうことね、全国のセバスチャン・フェッテルファンの皆さんには申し訳ないけれど、うん、そういう可能性もないわけじゃないしまあねフェラーリとしても、うんうん、ちょっとこう速さがこうね、うん、弱ってきてるセブよりも、まあ、今脂が乗ってると思われるリカルドにっていうのはありえますからね、話としては、うん、まあ、だからリカルドとしてはまあここ2年、あれ2年だっけ、うん、まあ、2年このやっぱ結果がというか、まあ結果が出そうな雰囲気がないですからね、雰囲気がない中で、うん、これ以上引っ張りたくないよね、やっぱ自分のキャリアを考えても、うん、まだやってくれるんじゃないかっていう空気があるうちに移籍してしまわないと、うん、ただそこでレッドブルに移籍してまたマックスにコテンパンにやられたら、うん、リカルドのキャリア全体がダメになっちゃうんですよね、うん、今までが 全否定になっちゃうんで、うん、なるほど。かといってじゃあフェラーリに行って、うん、今のルクレール帝国に入ってそこで、ね、勝てるかっていうとそこもまた難しいじゃないですか。そうだね、だからすごく今難しい状況にありますよね、リカルドは。そうすると状況でいくと、まあ、ワークスにこだわればもうルノーに残留するしかなくなっちゃうねマクラレン行った方が早かったりしてね。あ、マクラレンメルセデス、マクラレンメルセデス、あ、そうだね、アルファタオリアルファタオリはさすがにないんじゃないかな。うん、でもこうね、アストンマーチ、あ、アストンマーチ、ね、ワックス、アストンマーチ一応ね一応ああ エンジメルセデスか、メルセデス、あ、うん、あ、まあでもルノーに残るよりはいいかもね、多分ね、うん、同じ中段シリル代表も随分ライバル視してるみたいですからね。なるほどなるほど、うん、ただこう今あの負の力をすごく持ってたしとすると、うん、なんだよ、アストンマーチにいた途端にルノーが強くなっちゃうみたいな俺またやっちまったかみたいなあれみたいな原因はブームだったかな多分違うと思います。あ、なるほど、負の原因は多分チーム代表だと思います、うん、それも負のオーラとかじゃなくて普通にあの力不足だと思います。あ、そういうことね、はい、ちょっと締めを考えてなかった。やっぱりおにぎりは美味しい方がいいというニュースでした。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。そうだね、おにぎりくんだったね最後に回収かわいそうですね、リカルドは ね、まあ、でもレッドブルにしがみついた方が良かったと思いますけどね。あれ全然マックスに勝ってなかったんだっけ。まあ、結構勝ててなかったんですよね、予選とかね、うん、決勝では結果的にっていうのは結構あったけど、やっぱり予選で前へ行けないっていうのが分かってると、もう予選寄りのセットアップはしないで決勝寄りのセットアップにして、うん、タイヤマネジメントで勝つとかそういうレースの仕方しかできてなかったんで、あ、なるほど、それは結構辛そうでしたよね、うん、まあ、でもリカルドがイケイケゴーでバーンと来た時にはフェッテルさんがそういう状態だったんでしょ。うん、まあ、だから意図的に手を抜いてきたフェラーリ行っちゃってリカルド帝国が1回はできたんだよね、うんうん、でもできたかなと思った乾かぬうちにやつが来てしまった、うん、でいきなりドーン勝ってしまったみたいなすごいね、まあ、人としてはすごくいいですけどね、うんうん、なんかレーシングドライバーとしてじゃあそこまですごいなんていうんですかね、神秘的な魅力があるかっていうとそうじゃないんですよね、リカルドって。あ、でも今更キャラ変えられないだろうしね、なんか急にブスッとしてね、いや、まあニコニコしてても、うん、ね、やるときはなんかエンジニアの予想を上回る速さを出すっていうタイプだったらすごくいいんですけ ど、 あ、なるほど、ね、でもちろん速いしすごい、うん、若い時から速いってずっと言われてたんですけど、うんうん、なんかでもミラクルは、まあ、うん、まあ今まで勝ってきた中でね、うん、結構ミラクルで勝ってるレースいくつかあるんで、うんうんうん、それはすごいと思いますけど。なるほどね、うん、
まあ、ちょっとこう、ね、ドライビングが錆びついてしまわないうちにね、チームは良くなるのか。錆びつくでしょ。あの車乗ってたら、あの車なりの走らせ方しかできなくなっちゃいますよね。ちょっと怖いですよね、それはね、ドライバーとして。だし、例えばレースの戦い方、レース戦略にしても、うん、優勝争いをしてるチームとやっぱ違うから、中段グループで後ろ見て戦うのと、上位で優勝争いするのとはやっぱりレースの戦略の仕方が違う。だからマクラーレンもトップから転げ落ちた瞬間レースの戦い方全然できてなかった。そうだよね、うん、上昇軍団だったのね。彼らのレースの戦略のやり方が全然合ってなかったんですよね。でもそう考えるとボスさんってすごいよね。あれだけ強いチームメイトがいてもいやすごいと思いますよ、ね、それで、ね、チームメイトがダメな時はしっかり勝っちゃうわけじゃん、うん、ダメじゃない時でも勝ってますよ。予選でも早いし。だからメンタルすごいんだろうね。まあすごい実は、うん、いやめっちゃすごいと思いますよ、ね、え、うん、あんなこうあの写真家だと思ってたけど風景写真家。そうあれがやっぱメンタル強さの理由なんじゃないですか。バシャバシャっていうだけじゃなかったんだね。あ、篠山騎士欲しくなった、ね、そうバシャバシャワンカット100万みたいな。ピント合わせといて。もう見えてないからね、もう岸井さんもね。もうお弟子さんたちがもう全部もう完璧にこういう感じに撮りたい。そうもう岸井さんがもう部屋に入ってきた時にはもう全部セットアップ終わってるから、もう女優さんもスタンバイできてるから。いいね、バシャー、じゃあ脱いでみようか、バシャーってね。あの一クラスになるともう なんか脱がなきゃみたいになっちゃうの多分ね、女優さんも。何の話やっちゃう。